とんでもなくめでたい。いや、てか、てか、おい、ご本人様からリアクションもらえた。岩崎さんと、トップハムハット教さんと、雨天結光さんに、手振ってもらえたんだけど、ご本人様たちに、カバーしてくれて嬉しいって言われちゃったんだけど、岩崎さんに関しては俺、手振ってもらった上に、俺手繋いでもらったんだけど、X フォローっていう。普通に手洗わないわ、これから。ずっと。マジで。二度と洗わないわ。手握ってもらえたし。いや、マジで好きで。いや、本当にね、俺喋ったらなんかうさんくさいって言われるから、あんま喋らないようにしてるんだけど、俺マジで好きで。普通に折り曲出せるってなったら土下座してでもお願いしたいもんね、岩崎さんに。折り曲出せますって運営に言われたらマジ飛びつくけどね、岩崎さんに。普通に抱きつくよ、俺。関係なしに。舐め回すように抱きつくけどね。それぐらいマジで好きで、マジ本当に嬉しいわ。リスペクト感じた。いや、もうそれもね、話しちゃうか。もう話しちゃうか。もうめっちゃファンだから、すごい、俺、不安だったんだよね、逆に。俺もファンだから、ファン目線さ、やっぱあれじゃん。ちょっと、緊張するじゃん。誰かがカバーするってなったら、原曲どこまで再現できてるかみたいなね。クオリティを求められるじゃん。俺、すごい、緊張して、もう緊張しすぎてプレミア公開のボタン押せなかったから。手震えすぎて、エイムめちゃくちゃ悪かったんだけど、あの日なんでか。いや、でもいざ投稿してみたら、ファンめちゃめちゃ、 RBB さんのファンめちゃめちゃ優しくて、おギュッてしてくるから安心したよね。これ実は3月なんだよね、お歌ってみたをやろうって誘ったのが3月なんだよ。おデビュー前なんだよね。まあ、そもそもね、星るべ誘ってたんだよ。星るべに、なんかやろうぜ、つぶえいつ肩組んで、結構引きずり込んでたんだよ。で、もともと二人で歌おうかなって思ってたんだけど、マナも途中で誘おうぜって二人でなって。最初は歌の候補に別のやつが上がってたんだよ。具体的な名前出したらね、じゃまずい気するから今出さないんだけど、また別の機会に出すとして、それは。やるとしたら。で、マナ誘おうぜってなって。で、マナいいよっつって。で、3人集まって、じゃあどうするかみたいな話し合いを始めたのが、7ヶ月前の3月なんだよね、まさかの。俺、タイだっていう証拠なんだけど、俺らが。そう。だ、そっから、で、まあ、主催俺だし、俺のプレイリスト、歌ってみたいリストから、まあ、決めようぜみたいな。話になって。いろいろ引き出し上げてたら、光ってたのがスクリームだったんだよね。女神に見えた、スクリームが。めちゃめちゃ前だったんだよ。スクリームめちゃめちゃ光ってて、うわ、これ、俺ら3人で歌ったら絶対いいやんってなって、スクリームって決定した。いや、選曲神でしょ。まあ、それで、その後、星るべが、貸し売りしてくれたんだけど、トップハムハット教さんは、マナだなってなって。声質的にも。じゃ、滑舌俺アブリカルビ連続で言えないから、NG になって、トップハムハット協賛のパートは。とりあえず NG 食らって、じゃあ、マナにやってもらおうってなって。で、マナにやってもらって担当、トップハムハット協賛。で、当初、俺、イルベルさんだったんだよね。枠が。担当イルベルさんの枠で、星るべが雨天結光さんのパートを担当するってなってたんだけど、まあその後、俺が原曲とかもう一回いろいろ聞いてみて、星るべがイルベルさん歌って、俺が雨天結光さんのパートを歌った方が良くなると思って、おどっちも好きだよ。おどっちも好きなんだけど、そっちの方が絶対いい作品できると思って、声質的にも。だからそうしようってなって。だ俺がここ変えてくれってなって、あのパート分けになった。だ最初は、ルベ君をハッピーにするピーじゃなくて、ロー君をハッピーにするピーだったの。逆で。だそこも変わったっていう。テクイでしょ。
原曲がベル君なんだけど、そこルベ君に変えたらおいテクインじゃねって話になって、そうなったっていうねところから始まって、超ギリギリ、めちゃめちゃギリギリ、投稿マジ1週間ぐらい前まで詰めでやって、お本当にエイプリルフールに投稿できるんかなって、あ不安になるぐらい、冷や汗出るくらいギリギリだったんだけど、よかったわ投稿できて、マジでよかった。